はい、馬の競り当日やってきました。もう競り会場では実際に馬が競りにかかってるんですけど、僕たちが狙ってる馬がイクムくんからの話によると、いろんなそのプロのアドバイスを聞きながら何百頭の中からこれだっていう一頭がいるらしくて、その値段が現状もう最初のスタート値が一番高い馬なんですよ。素人でも分かっちゃうぐらい強い馬ですスタートの金額が今回のセリーの中で一番高い1500万、2頭いるんですよ、1500万のやつが、うん、で今ってすごい馬ブームらしくて、これまでと比べたら馬が高くなってるらしいんですよ。競ってるらしいんですよ、めちゃくちゃ今現状で。1200万の馬がちょっと前にセリーかかったらしいんですけど、落札金額が3000万やったらしいんですよ。そこまで上がったらしいんですよね。でそれってなかなかないことらしくて、他の馬も1000万切ってたところのスタートから1000万台がボンボコボコ出てるらしいんですよ。もしかしたらこの1500万の馬もみんな狙ってる可能性が高いんで、かなり馬らしいんですよね。スピードもあって血統も良くてみたいな。俺はちょっと知らない馬だったんですよ。メロディーラインっていう馬なんですよね。メロディーラインと何でしたっけ、アメリカンペイトリオットっていうやつが親なんですよ。番号が129で29、僕の誕生日なんですよね。まあもう縁もあるんで、もうこれ行くしかないかなってことで、もうこれ1点狙いで今回行こうかなと思ってるんですよ。結構その僕が今日来てるっていうのを噂になってるらしくて、ワンチャン僕に対抗してきてめっちゃ釣り上げてくる人がいるかもしれないんですよ。そうなってくると、そんな金額使うんだったら他の馬買った方がいいってなっちゃうらしいんですよね。今回以外にももう競りがあるらしくて、でここだけじゃないですよ、チャンスは。だから今回は一応上限決めとこうかなと思います。今日出てる最高が3000なんですよ。それは全然超えてもいいかなと思ってて、個人的にマックス3500まで出します。落とせなかったらまあもう諦めて、またまあ次回タイミングあるらしいんで、そこでやろうかなと思ってます、まあ、そこ本当勝負なんですよね。どう来るか分かんないね、周りがね。この戦略があって1500万からスタートした時に100万ずつ上げていく人もいるらしいんですよ。100万ずつ上がっていったら心理的にちょっとやからって上げちゃうじゃないですか、人って。まあまあまあ、だから俺が1500万って言った時に佐々木さんが1600って言ったら、次じゃあ100万上げるだけで戦えるんだったらって1700にするじゃないですか、俺も、うん、で1800で設定じゃないですか、うん、こうなるのが普通らしいんですよ。あえてもう3500ってもう上限決まってるんだったら、初めに1500の時点で俺も3000いったろうかなと思ってちょっとずつ上げていっての3000突破するのか、それともう3000最初スパンってもうストレート投げて、ストレート投げた瞬間こいつ来るぞっていうどうめき上がるでしょうね、多分どう立ち回るのかっていう戦略なんですよ。でも多分俺ごもに俺と同じようにもう上限決めて戦いに来る人おると思います。この馬ならここまで出せるみたいな、3500以上に出せるっていう上限を作ってる人がいたら負けますよね。そこはちょっとね難しいところなんですけど、まあ一応上限は決めときます。仮に5000万出して手に入れたとしても、5000万あったらまだ別の馬もっと見れるんですよ。5000万あるともう選択肢がすごい無数にあるんですよ。ってなってくると、それをこの1頭で決めきるっていうのはもったいないんじゃないかってなるんですよね。そこは難しいところなんですよ。1500万スタートの馬が5000万ってわけわからんな、なるってなったら1200万スタートとか3000万とかすごいよな。まあでも今回ね、僕がもし仮にこれ競り落とせたとしたら、多分強いんですよこの馬、相当強い馬なんで、まあ、地方行ったら本当に大活躍する可能性ありますよね。だって昨日のタイムも一番速かったって言ってましたね。何秒だったんですか、ちなみに。天性のものだから人に変えるのは難しいけど、何も状況をかっちりしなくても出してる馬っていうのはもともと近い。なるほどね、まあ、じゃあめっちゃ速いんですね。じゃあキャラってくるとマジ上がってきそうだな、値段後半で狙ってきてる。絶対狙っとると思うで、これみんな。だってもう元から1500万だから目につくもん、これ。プロがその満場一致で1等ってことは全員1等ってことはもうほざる多いんやろ。一応でも3500で上限決めとくけど、もしかしたら場の雰囲気飲まれて5000って上げとうかもしれない。いやムカつい、ムカついそれはなしよ、止めるでしょお前。それはやめましょう、ムカつくっていう。あれはそのなんか、いやでも止めたところでもう遅いっすからね3500、3500、3500、5000。それだけやめよう。可能性もあるよな、それは。分からんけどそれは絶対なしです。もう手上げちゃったらもう買うになっちゃう。いやまあ129番なんで、5000万出して5月29日にするっていうのもいいっすよね。ダメです、反対です。俺はまあ5000万って他にも馬おるからな。オクラスの馬を買いたいですよね、ちゃんとした。そうやねんな。次のチャンスの時に出てくる馬で一番高い馬が7000万なんですよ。これがディープインパクトなんですよね、親が。誰もが知った、誰もが知る。俺でも知ってるディープインパクト。なんでかさ、タイム見てください。お前10秒4、全然違うよ、ありえない。早っ、ほんま10秒4や、これタイム1番だし、なおかつ早っ、血統がいいってことです、ね、血統がもう最後の最後なんですね、もうディープインパクト。最後のあれやもうだっていないですもんね、十何年経ってて、ラストやっぱ高いな。だって一人だけ7000万ず抜けてるんですよ、スタートの金額。ロマンしかないもん。ただこの馬は中央しか走れないらしいんで、俺無理なんですよ、どっちにしろ。そうですね、地方なんで。他で速いのが10秒6とか、まあ、全然違うよ。でも値段全然違くない。確かに血統っすよね、そこは多分血統だけ、うん、次に高いのが2500っすね。種付け量が7000のうち4000万ぐらい種付け量。生まれて4月春しかできなくて、1年に1回の1頭しか生まれないから、このディープインパクトすごい貴重。悪いな、っていうところ欲しくなるな、それは。でも知れば知るほどやばいっすね。 G1 とか親ディープインパクトはディープインパクトってなってますよね。そうそうそう、名前そうなんですか。もうほぼディープインパクトって、うん、親買ってるんですか。
どれか買ってもディープインパクト稼いでるから多分その金額惜しくない。ディープインパクト手に入れた人エグいんじゃないですか。じゃあ谷間の時点でヤバいと思います。谷間としてもそうここも一押しの名前もかっこいいもんね。ディープインパクト人間でもそうやもんな。血統ってやっぱ大事やん。やっぱ親の受け継ぐやん。やっぱ運動神経とか身長とかさ、こんな高かったらそら7000万って絶対これ億超えるやんな。絶対億超えます。だってこんな手段しても欲しい金持ちなんかいくらでもいるっすよね。欲しい。またそれが終わった後にそうですね、それまた稼げますもんね。恐ろしい世界ですね。そこに今踏み出そうとしてるわけですもんね。しかも毛色が青って書いてるやん、かっこいいな。違うの、昨日ね、私それ見に行ったのね、はい、見たんですか、ね、アブさんで、すごいよ。あ、このままアビリを撮りたいなと思ってずっと撮ってて、いいとこ見ましたねって副社長に言われて、なんでじゃん、いや、それは何もなのか、他と全然違うのが分かるぐらい輝いてたんですか。輝いてて、オーラなんですか。もうベルベット、黒いベルベットでも黒なんです。そういうことなのね。今回俺らが狙ってるままやっぱかっこいいんですか。会ったことないまま狙ってるってやばいっすか。俺も会ったことないし、何もよく分かってないけど狙ってるっていう。はい、もう次129番来ますか。この129番を取りに行きます。始まりますよ。これっすね、これっすね。ゲットした。ゲットした。一発取れましたね。すごい。取れましたね。なんかまさかの好きだったんですけどね。でも一番理想的なパターンやから、俺だって競ることなく行ったわけ。確かに。今日で2番目の値段らしいですね。昨日の調教タイムで2番目に早い馬らしいです。値段はどうなの？もっと高いって言いましたよ。高いやつ言いました。4位に入ってきました。まあ高い方ですね。でも上がらなかったですよ、思った以上に。なんか確かに。もっと上がるんかなと思った。勝った山と写真撮りに行きます。ちゃんと見てないんですよ。あ、うまく買いました。うまく買いました。買いました。何本でも買いました。6枚安いです。すごいっすね。結構買ってるんですか。自分の馬で多分5、6本ぐらいです。すごい。ありがとうございます。セットとか見たかったな。競り合い。そこは残念。全然怖かったから。元が高すぎたよ。一瞬やったな。一瞬の出来事やったな。あんな簡単に決まってまうんや。100万円は得ないよな。まあまあ確かに30万まで覚悟してましたからね。こう考えたらめっちゃ得したな。確かに。でも逆に言えばみんな欲しくなかったんかなと思ったら嫌やな。あ、何人が怖かったら、まあ、しゃあないな。動き出したな。馬の姿勢が4と5と買っていくロマンではあるやん。うわ、ここ来れるんや。あの中央のデカいってめっちゃ速そうやけど。え、今いるの？今写真あれなんや。え、あのデカい、かっこいいな。しかも艶がすごかったっすね、僕近くで見てたけど。右っすよね、はい、あ、絶対右の方が暴れ馬っぽいやん。右っぽい、めっちゃデカい。艶すごい、強そうじゃないですか。でかい。走らないとお金返してくるから。これぐらい自信持ってます。すごいぞ。自信持ちすぎでしょ。はい、オーナー、オーナーじゃない。すいません、そこで写真撮るんで。ごめんなさい、そこで、横で。まだ撮ってるんで。すごい大きい、ほんまに。期待できるぞ、これマジで。だって座った人がこんだけ言ったわけから、もうやばい。でかさが違うんじゃない。確かに。あ、いいっすね。遊ぶのはいいけど、結婚しない方がいいタイプ。マジで強そう。めっちゃかっこいいな。かっこいいこれマジ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。かっこいいこれ。すごいこれマジ。すごい。かっこいい。めっちゃ強そうだ。はい。うわうわうわ。背中筋強すごいな。うわうわうわ。そう、そう今日。ああ。上手ないよ。Thank you.
はい。あ、そうなんだ。おお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 お凱旋門思い場なる思い場なる漫画出てきそうな人の上手かったな、ありがとうございます。すごいぞ皆さん、ありがとうございます。 Thank you.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  ありがとう。これすごいぞ、かっこいい、あんまりでかいしね、あんまりやばいっすね、このぐらいです。凱旋門でもなんかほんま漫画出てきそうな人でしたね。確かにインチキ臭いけどめっちゃ本物の人なんかもしれない、あれが分からん。結果次第であの人の評価変わりますよね。うん、結果ですよ、結局は。自信めっちゃ持ってましたね。めっちゃ溢れてましたね。でもさっきの馬のお父さんの子供はもう G1 取ってるらしいですよ。本当に？めっちゃ取ってるって言ってる。持ってましたね、さっきの馬、はい、フランス行こうって言ってたじゃん。そこで一番だって高い馬ですからね、最初のスタートが。確かに。そうだね。パッと見た感じの格好さすごかったけど、ここまで下ってなんかちょっといい感じでした。行けそうな。ここからの流れっていうのはどんな感じなんですか？北海道の北上ちょっとだけまた預けて鍛え直してもらって、そこから兵庫県に。はい、OK です。名前とか決めるのはどの段階なんですか？また資料送りますんで。はい、了解です。名前迷うな。でも柴田さんの名前使うのなんか合ってない気するな。あのメスっすか？メスやからね。確かに。一旦なしにするか、それ、うん、メスやから合わへんやろ。確かに。ちょっと違う名前考えます、ちょっとメスのいい名前を。じゃあまず名前はね、後日考えておきたいと思います。今日はじゃあありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。これからね、お願いします。はい、僕が馬を購入してから1ヶ月ぐらい経ちました。で、まあ、いろんなちょっと報告があるんで、最後にちょっとまとめておこうと思います。まずですね、馬の名前。まあ、これ悩んだんですよ、かなり。そうですね。で、まあ、メスっていうこともあって、メスっぽい名前がいいなっていう。で、いろいろ考えて、どうしようかどうしようかって考えて、悩んでた時に、うん、もうスポッと降りてきたやつが1個あって、まあ、もうこれで行こうってなって、その名前に決まりました。名前の方がですね、姫の手綱という名前で、画像とか貼っとこうと思います。まあ、女の子なんで、お姫様の姫。で、まあ、僕、姫路の出身っちゃ出身なんで、そこの姫で手綱っていう、まあ、あの騎手の人が握ると思うんですけど、はいはいはい、っていうので姫の手綱で行こうかなっていう。で、結構これしっくりくる名前で、検索したら他になかったんで、それがすごいよな。そう、ありそうな感じやん。なんか強そうな、なんかでもほんま名前やろ。そうなんか勝ちそうな名前になったなっていう感じで、姫の手綱っていう名前で登録しました、うん。で、まあね、この姫の手綱購入したはいいものの、めちゃくちゃ運が悪いことが起こりまして、僕が勝った直後に骨折していることが判明したんですよね。いやー、うん、確かにこれめちゃくちゃ運悪いらしいです。検査をしたところ、右後臼節部にある種子骨という骨に小さな骨片が見つかったんですよ。で、人間でいうと中指の根元に当たる部分で、うん、まあ、そこが腫れてたらしいんですよね、はい。で、その原因がその骨片だったみたいで、まあ、競り前のレントゲン検査では異常なかったんですよ、全く、うん。で、まあ、その僕たちが購入した時のセール時に痛めたんじゃないかっていう風に言われてますね。で、まあ、これから強いね、調教を積むためには、この骨片を除去しないと難しいみたいで、外科手術が必要になると。はいはい。で、まあ、その手術をしてもらいました。で、まあ、それは無事成功して、現在、経過は良好です。だから、まあ、一応、最悪の事態は免れたんですけど、そういう不運なことがありましたという報告が来てます。確かに、不運すぎるよ。まあ、運悪すぎますね。これ写真来てるんですけど、本当にもう、こんなんですよ。ちっちゃい。マジでちっちゃい骨です。でも、まあ、それをまあ、取り除かないと、トワトノと考えたら絶対死んどい。長期的に見たらやっぱり。そう。危ないしやん。それ取り除いてもらったと。で、今後の流れなんですけど、まあ、順調にも回復してるんで、このまま行くと、8月中旬頃から騎乗を開始する。はい。で、9月中旬に200メートルを15秒で走れる練習を開始します。で、そこでタイムが出るようだったら、10月中旬に姫路に送り出すという計画で動いてるらしいです。だから早ければ、11月、12月頃に初レースという感じですかね。うまくいけば。これはプロの方曰く、この骨折したのはすごい運が悪いんですけど、うん、逆にちょうどいい休養になったんじゃないかみたいな捉え方もあるみたいで、なるほど、もしかしたらこれがうまくいく可能性もあるみたいな、いい方向に向かう可能性もあるって言ってたんで、まあ、そこもまあ運なんですけどね。ちょっとそこはね、姫の手綱と調教師の方に託したいと思います。そしてですね、もう一つね、すごいエピソードがありまして、僕がこの姫の手綱と出会った時に調教師さんで、あの外国の方おられたと思うんですよ。はいはいはい、あの凱旋門行きましょうみたいな言ってた方、テンションの高い、そうです。あの方ベニーさんって言うんですけど、この方についてもエピソードが来てて、もう結構すっごい読んだらすごいエピソードなんですよ。しかもまずアイルランド出身の方なんですよね。
で58歳の方なんですけど、アイルランドの競馬の学校を13歳から入学して来日して30年ほど馬の調教師をされている方で、2020年8月に僕が姫野の盾と名付けた馬を見つけて、はい、流れの直感で惚れ込んだらしいんですよね。で5月のセリに向けて育て始めたらしいんですよ、うん、ただその時ぐらいからこのベニーさんの体に違和感があったみたいで食事ができなくなったらしいんですよね。で病院で検査を受けたところ、これが2021年の3月の末のことです。で病名は胃がんだったんですよ。で先生にはもうすぐに入院して手術治療をもうするように言われたらしいんですよね。ただこのベニーさんは絶対にちゃんと育てたいと、はい、もうセリだけはやりきりたいと言って手術を断固拒否したらしいんですよ。あ、そうなんや。そう、その中で育て上げたのがあの馬だったんですよね。だからもう体への負担を抱えながら、その5月17日の僕たちが出会った日が終わるまで、うん、なんとかその胃がんを、まあ、もうある種無視して強行突破でやってたみたいです。でそこで、まあ、もう人気 YouTuber のヒカルが購入したってことによってすごい感極まったらしいんですよね、うん、なんかそのベニーさんの息子さんが高校2年生で、まあ、僕っていうことを知ってめちゃくちゃ大喜びしたらしいんですよ、家族で、うん、っていうのもいろいろ相まって相当喜んでたみたいです。でセリの翌日に手術を受けて現在は回復に向けて治療に専念しているという感じなんですよね。だからめちゃくちゃ思いが乗った馬だったんですよ。ガンのそのあれを無視して育てるなんてありえないじゃないですか、普通に考えたら。そういう特殊な思いが乗った馬だったっていうことが後から判明したっていう、すごいエピソードやね。確かにそれそうだから、あの時だから俺もちょうどあの時疲労骨折しとったやんか、まあ、骨折な俺も骨折して馬も骨折してベニーさんももう胃がんっていう、全員がその体調良くないのかのっていう感じやったっていうね、まさかのすごい状況だったっていう。でまあベニーさんからは夢としてやっぱ走れる馬をまだまだ調教したいという思いがあるらしくて、この姫野の盾が走る日を楽しみにしていますというメッセージをいただいてます。でそうやって聞くとね、なんかますますなんかね、何かこの姫野の盾っていう馬は持ってるんじゃないかと、ここまで来るとこのむしろこの骨折したことも含めね。正直僕ね、あの日見て実際力を感じましたけどね、あの馬からすごい力がありましたよ、あの馬本当に、うん、パッと見た瞬間にこの馬絶対強いなって思ったんですよ。面構えというかサイズもめっちゃでかいんですよ、うん、毛並みもなんかすごい良かったし、てか単純になんかもうデザインというかフォルムがかっこよかったんですよ、もうまず、うん、かっこいい馬なんですよね、見た目が。確かにめちゃくちゃだからなんかエネルギーを感じてたんですけど、多分ベニーさんも それを感じ取ってあの馬を育てようって多分決意したと思うんで、いやこれはね今年のデビュー何か起こるんじゃないですかね。期待しかしてないですよね正直。うん、いやなんかドラマ起こしそうな感じの馬ですよね、ここまで話聞くと。こんなことまずなくない、うん、調教師の人までエピソードがあるってやっぱすごい。そのおかしいやつ、でも俺も会った時になんかこの人普通の人じゃないなと思ったもん、なんか喋っとる感じが。確かに漫画とかにほんまおりそうやった。いやそう漫画出てくるような感じのキャラやったやん、うん、まさかあの方がねあの時胃がんを抱えてて、うん、とは思わないじゃないですか。でもそこまでしてもやり遂げたかったことの一つなんで、あれかっこいいやな、うん、でほんまプロですよねマジで、うん、姫野の盾のために最後までやりきるという決意をしたわけじゃないですか。多分それを中途半端に投げ出してたら多分姫野の盾が売れなくて終わっちゃうかもしれないわけなんで、うん、多分だからそこも込みで馬のためにやったんでしょうね、まあ、本当は自分の体が一番大事なのに、うん、すごいだからね、何か起こってもおかしくないような馬なんじゃないかと思いますね、まあ、僕としてはね、この姫野の盾という名前が多くの方に愛されて応援される馬になってくれるとすごい嬉しいので、やれることって言って僕は正直もうお金出すことしかないんですけど、最後までね皆さんと一緒にこの馬を飼ってからの馬主人生みたいなのも皆さんも一緒に楽しんでもらえたらと思います。はい、ということで今回はこれで終わります。ありがとうございました。